轟くんと飯田くんの試合だ。遊泳体育祭本戦レッツストーリー。ここからはベスト4準決勝の試合だ。残った猛者同士の目が離せない試合が続く。飯田くんと轟くんの試合、二人は騎馬戦で組み、お互いの情報を持っている者同士だ。機動力が最大の武器である飯田くん、彼には騎馬戦で見せた必殺技レシプロバーストがある。僕も間近で見たけど、あれは見てから反応できるレベルの速さじゃない。轟くんも飯田くんの機動力、そしてあの技の速さを身をもって体験しているはずだ。勝負は氷結で捉え、彼のペースにできるかどうかだと思う。僕は緑谷くんのような打ち消しはできん。だから機動力を生かして速攻で決める。行くぞ轟くん。レベルの違いを教えてやる。準備はできている。レディークラッシュ。何が出た。まぶ熱が燃えろ。燃やし尽くせ。挽回氷結ラン凍結しろ。挽回燃えろ。燃やし尽くせ。燃えろ。行くんだ。燃やし尽くせ。挽回あった燃やし挽回左で熱が挽回燃やし尽くせ。挽回氷結これが俺の力。すまねえ、やりすぎた。ウィー期待に応えるか。アメージング。範囲攻撃ばかり見せてたから、こういう小細工は頭から抜けてたよな。警戒はしてたんだが、さすがのスピードだったな。自慢の機動力で懐に入りつつ、速さで勝負を決めにかかる。彼の勝ちパターンには入っていたものの、轟くん相手には一歩及ばずというところだったか。それにしても轟くん、速さに翻弄されつつも最後まで冷静に局面を見ていた。僕も見習わないと。これで轟くんの決勝進出が決まった。遊泳隊